やあ、刹那圭介だよ。今回も資源の手をやっていくよ。次から。前回確か、廃校舎でエンダーマンに会ったんだったな。エンダーマン。多分そろそろ帰ってきたんじゃないかな。誰子ちゃんだったっけ、ゆうかちゃんだった、ゆうりちゃんだった、覚えてないけどさ、あれ帰ってきない、ええ、マジかで帰ってきない、みこさん、みこさん、みこさん、あ、まだ帰ってきない、まさか、マジでいないのかい。じゃあ何をすればいい。廃校舎が、まあ入ればね、うん、関わらない方がいいわねってなるわね、なるわね、いいわね、いいわね、なるわね。じゃあちょっともう一回お姉さん先生のとこ行ってみようか。あいっす、結構時間を潰したんですが、まだ会えませんって、セリフが変わったな。そうね、もういい時間ね、家に帰らないで寄り道しているのかしらね。気分転換に展望台に行ってみます。行ってみますはいいんやけどさ、展望台行ってみたからね、行ったことあるからね。なんか変わっとるかな。ほうほう、ボイシーなお姉ちゃん、お兄ちゃんか、ボイシーなお兄ちゃんって男やけんボイシーな当たり前やろ。変わったところあるかな。あれ、なんかこの子おらんかったことない。あー、さて気分転換もできたし、神社に帰ろうかな。神社に帰る？もしかして、村山優里、優里だったんか、ほんと知らんけどな、優里さんですか。そうだけど、あなたは？笹山葉月と申します。私に何か用？お姉さん先生に言われて、神社に詳しい人を探していたんです。お姉さん先生って、だって誰かわからんけどね。俺の言い方やけど。花金さんの、生徒だったのね。いろいろ聞かせて。葉月は学校のこと、無名神社での出来事、お姉さん先生のこと、すべてを話した。大変だったのね。無名神社の噂は聞いたことがあるわ。死神よー。ああ、これ YouTube のコメントで書いてくれたのに全然覚えてないな。見つくろって。だったっけ、わからん。噂の神社ね、本当に死神を祀っているだったっけ、だったかな、覚えてないわ。とは考えられないけど、良くないものを祀っている可能性が高いわね。少し気になるし行ってみようか。え、今から？問題を先送りにしたって解決できないでしょ。時間があるうちはすぐに行動が一番。案内お願いね。笹山葉月が追加された。行動メンバーに加わった。来ましたね。入手情報。出てきた。じゃあこの3人誰なんだろうってすごい気になるよね。おい、犯罪者。骨董品集めとか、めちゃくちゃ意外な趣味持ってらっしゃる。なんとか神社の一人娘。お姉さん先生も昔助けてもらったことがあるらしい。育った環境のせいか少し変わり者である。困っている人を見捨てたりは絶対にしない。うん、有利、あ、やっぱり有利でいいんや。そうか、なかなか可愛い子ちゃんです。美人です。ってことはもうあれか、駅で元の町に戻ればいいのか。オッケー、電車電車、ポッ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 。向かう途中に嫌な雲が出始めて、日没と重なり、辺りは夜のように暗くなった。日が暮れちゃったわ。時城社市だったっけ、で初めて来たけど結構遠いのね。秋の日は釣り瓶落とし。何それ、ことわざ。秋の日は井戸の釣り瓶が落ちるように、釣り瓶って読むか知らんけどね、が落ちるように日が暮れるのが早いって意味。なるほどね。でも日が暮れてもやることは変わらないわ。そうね、無名神社に向かいましょう。行けます。
ゆりちゃん、ゆりちゃん、屋台入らん。屋台いかん。屋台いかん。屋形いかん。通行人が少しいるけど、屋台の人はいない。あ、そうなん。じゃあなんで屋台であるんや。神社こっちやし。あながち屋台の近くにあったっていうね。来たー。この音、雷？来る途中、嫌な雲が出ていたもんね。ん？おっとっと。ノートの出てきやがった。勝手に出てきおって。さあ、雨に降る前に調べに行こう。オッケー。おさい銭、おさい銭、暗くても何も見えない。そうやって、これ、あれ、開かないわ。開くんか、いつもは。内側からお札みたいなものが貼られていて、簡単に開かないようにしてるようね。それって剥がしたらまずいんじゃ。どんなお札かは知らないけど、私たちが正しいことをすれば神様は怒らないと思うわ。この神社普通じゃないわ。嫌な感じがして空気がすごく重い。この中に入ればすべてはっきりするわ。ちょっと強引だけど力ずくで開けるわよ。わかった。じゃあこっち側引っ張るから、そっちお願いね。せーの、ツーショット。いや、ちょっと聞きたいんですけど、ユリ聞きたいんだけど、せーの、のどのタイミングで行くの？ので行くの？のって言ってからワンテンポ置いていくの？そんなの自由に決まってるんじゃない？扉は開き、二人は中に入った。偶然タイミングが一致したわね。気が合うわね。今、懐中電灯をつけるわね。あ、まだも撮ったんや。準備がいいわね。私たちが今日ここに来るの予想してたの？たまたま持っていただけよ。あの時交換しておいてよかったわ。あー！えらいことになってる。お札はしすぎやろ。そんだけ貼っても効果が倍増するとは思えんけど。 うわ、何よこれ。ほんと何よこれやし。ここに神様は祀ってないわ。あるのは巨大な、わら人形と呪いを増幅させるお札だけ。呪い増幅させてる。マジで呪い増幅なんこれ。なぜそんなものを。この神社の持ち主がお金儲けを優先させたのよ。つまり呪われる、その呪った人がお前に来る、儲かる。悪どいな、悪徳商法。でも、ここまで悪どないわ。無名神社で呪いを行うと簡単に嫌な相手を殺せるって噂を流す。当然、噂だけど面白半分に試しに来る人が出る。それが本当に効果があると、広まればさらに試す人は増える。そうやって負の連鎖が生まれるの。神社に来る人が増えるとお賽銭も増える。だからこんなまがましいものを置いて呪いの力が強まるように、神社に人形やお札を設置したのよ。うお、悪やな、この人、ここの人。そして何？お賽銭増えるからってあんたの収入増えると思う？それを自分のものにしたら、それこそ罰当たらん。実際、ここには空気が重くなるほどの人の念が渦巻いているわ。マジでか。家内の人がお参りや呪いを試しに来ていたはずよ。ここから出ていけ。そんなわら人形に意志があるの？この声の主はわら人形？葉月さん、早くそいつから離れて。う、胸が苦しい。じっくり苦しめてやる。葉月さん、しっかりして。動けないよ。助けて。どうなる、どうなるんだよこれ。え、何？雷落ちた。何事だ。え、雷が落ちたわ。ここは危険よ。葉月さん、動ける？動けるけどまだやることがある。高橋さんの言っていた、わら人形を浄化する最善の方法。燃やすのが一番。神社でお焚き上げをして、なんていうかってやつだな。あったあった、そんなんあった。みはる、せっかくして資格プレゼントしてくれたのに、こんな付け方でごめん。お、こんなとこで使うか。香水を。香水に含まれるアルコールで引火して、炎が燃え広がった。ぐわー。
わら人形は一気に炎に包まれる。危険だわ、早く出ましょう。まさかあのタイミングで雷が落ちてくるとはね。まさに天罰。うまいこと言うね。これも主人公補正ってやつなんだろうかな。すごいラッキーやの。しかも葉月さんにわら人形にとどめまで刺しちゃったし、やるねえ。やるねえ。とっさのことであんなことしちゃったけど大丈夫かな。雨も降ってきたし、燃え広がることはないでしょ。燃えるとしたら燃えやすそうなお札と香水まみれのわら人形だけね。あんなまだまがまがしいものは燃えちゃった方がいいのよ。落雷で火事の後だから立ち入り禁止になるだろうし、神主も警察にいろいろ聞かれるんじゃないかしら。この町で同じような呪いが繰り返されることはないわ。あのわら人形喋ってたよね。そうね、人の強い念は物にも宿るって聞くよ。この世で一番怖いのは人間なのかもしれないわね。さて、火も消えたみたいだし、ここから離れよう。雨も強いし、風邪ひいちゃうわ。じゃあ、うちに来て、お礼もしたいし。これが、この後、GL に繋がっていくとは、プレイヤーも視聴者も、ましてこの二人もわからないのであった。ちょっとしたフラグ立てる。二人は葉月の自宅へと向かった。数時間後。葉月さんの料理すごい美味しかったよ。子供の頃から自分で料理してきたから得意なの。あ、今日はもう遅いから良ければ泊まっていきなさい。女の子が夜出歩くのは危ないからな。じゃあ奥言葉に甘えて。お父さん、言いなりは入ってこないでしょ。ああ、すまんすまん。長かった一日は終わった。あれ、これもしかして終わる？もう一個終わる？これ最終回？今回最終回？次の日。やばい、第2部早やってなるんか？もしかして。いろいろありがとうね。私は別に何もしないよ。葉月さんの背中を少し押してあげただけ。私、一人だったら無名神社の中に入れなかったよ。何事も恐れず立ち向かえば何とかなるものよ。また困ったことが あれば来てね。普通に遊びに来るだけでも歓迎するよ。またね、ゆうりさん。これで全ては終わったで最終回のわけないよな。また続くよね。葉月は自宅へと向かった。駅から帰り道、美晴に会った。また昨日の変わり果てた姿ではなく、どこか寂しい表情をしていた。なんだ葉月。ごめん。あたし、どうか知ってたよ。美晴のやったことは許せないよ。ずっと忘れないと思う。忘れないよ、美晴。そうだよね。分かって許してもらえないのは分かってる。あたし、転校することにしたよ。さっき手続きを済ませてきたの。ええ。葉月は私のことを見たくないだろうし、人狼くんにも嫌われちゃったしね。見たくないなんて思ってないよ。ええ。これを見て。あ、手が消えとる。成仏したね。成仏って言うんか。写真に写っていた黒いものが綺麗に消えた写真よ。この写真の美晴、本当に楽しそうな笑顔。私も楽しかったんだよ。美晴と友達でよかったって本気で思ってたんだよ。ごめん。本当にごめん。ごめんね、葉月。もう今までみたいな友達には戻れないけど。感動のシーンを台無しにしようだな、この声のせいで。楽しい思い出もずっと忘れないわ。だから、いつの日か、美晴の罪を許せる日が来ると思うよ。呪いをかけられたけど、私は無事だったし、今はとっても幸せだから。そりゃそうだろうね。人狼と付き合ってリア充ですからね。爆発しろ。どんどん台無しにしたいんやんな。美晴も自分の幸せ見つけなよ。葉月、もし時間が戻るならやり直したいよ。そんなの無理だよね。本当にごめん。それじゃあ私もう行くよ。人狼くんと幸せにね。美晴は涙を流しながら走り去った。走り出せ、走り出せ、明日を迎えに行こう。
その涙は自分の罪を心の底から後悔していたから流れたものだった。さようなら、私の親友。お、これ最終回か。とうとう最終回来たんが、今度こそこれ最終回やろ。呪いとか消え去ったし、うわ、びっくりするわな。これもうちょい続くかと思ったよ。第2部、第2部入ってもな、パート2とか32かな、 3か。第2部入ってパート3しかやってないのに、え、ここで終わりか。うん、まさかの親フラでした最後の最後までやってくれるな俺親おまけ部屋やって、とうとう最終回ですか。おまけ部屋ですか。どんなところだろう。おや今まで見ることも入ることもできなかった謎の建物だ。真っ黒の壁で黄色い光が眩しい。あー、なんだこれ。みんな総集合じゃないか。よっしゃー、このおまけやりは次のパートに回して、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け